日本ハム、三塁手争いが混戦、日本ハムのレギュラー争いが熱い。春季キャンプも第3クールを終え、各ポジションを狙う選手たちのアピール合戦が続いている。特に注目したいのが三塁手争い。昨季にチーム最多87試合に三塁でスタメン出場した清宮幸太郎内野手が怪我で出遅れた。これにより三塁手争いが混戦模様になりそうだ。これにネット上では、三塁は野村と郡司の争いになると思います。野村は打撃と守備の両方で向上が求められると思います。郡司はマルティネスやレイエスがクリーンナップとして定着するとつなぎ役として活躍の場があると思います。清宮は三塁争いとかではなくスタメン争いとなると思います。打撃でよほど頑張らないとベンチスタートということがあると思います。いずれにしろ守備位置争いをすることでチーム力がアップしますので、大いに競争して切磋琢磨してほしいと思います。期待しています。清宮には悪いけど離脱してチームが活性化してるので結果往来なんじゃないかな。清宮には毎年毎年期待して裏切られるのがここ数年続いているので、野村や郡司が張り切ってくれるのはありがたい。清宮が戻ってくる頃には居場所がないって言われるくらい切磋琢磨してほしいね。開幕三塁手は野村と郡司の争いでしょう。単純にオープン戦での打撃成績と守備での安定性で決まると思える。競い合いがレベルアップにつながりチーム成績に貢献するので、正直清宮には厳しいだろう。清宮復帰後は当面代打での起用となるだろうが、仮に野村、郡司が好調ならばさらに端に追いやられる。清宮にとっては不注意とはいえ、キャンプ前に怪我は致命的。